ははいこんにちは、えー、火曜日15時30分「さきとのりりん」のスピリチュアルレイディオの時間がやってまいりました。ということで「えー、神様俺様幸せの案内人せっこと宮崎隆則と」で、えー、近所のり子ことのりりんっていうのがね本日はまた、えー、お休みになってしまいまして、えー、僕一人になってしまいました。 がえー、ちょっと残念なんですけどもね外せない講座があるということでのりりんの方は今日お休みということになってしまいました。ということで本日のテーマなんですが、えー、さっきのフリートークということで、えー、やっていきたいと思います。えー いろんなねちょっとね僕が経験をした体験をした不思議なことまああんまりねこの霊的じゃないようなことをねお話し,したいと思うんですがまずは CM の方からい、えー、ってみたいと思います。それで,はの方で大丈夫ですかね はいということでですね、えー、私1人で本日はやることになっておりますあのー、このねコンソールの方も自分でやりながらで初初1人な感じですけどもうまくいけるかどうかちょっと不安なところもありますがまあ30分お付き合いいただければと思います えっとですね、先週,先週、あのー、木曜日の夕方6時から「ハヤトラジオ」というねこの辺は小こ座さんの番組で、えー、やってる大城ハヤトさんの番組にも呼んでいただきまして、えーまあ、ちょっとお話とあとね鑑定もさせていただいたんですが、えー、お聞きになった方はいますでしょうかねということで。 えー、本日雨が降ってましたが今この小座の街は、えー、雨は止んでおりますか、えー、まあ先のフリートークということでですねまあいろんな僕も体験をしてきたんですけどもちょっとなまああの不思議なねお話を、えー、したいかなというのがいくつかあるんですけどもまあえー、っとですね一つは2 0 0 2年 1> 1年ですかね、えー、ニューヨークで「911−911、えー」ね、というあのテロと言われている事件がありましたがあ、まあ、前もねそのお話をしたんですけどもちょうど、えー、その時仕事でニューヨークにいまして、えー、朝ですね、えーまあ、結構時差ボケで早く起きてしまうので。 えーまあ、もう6時ぐらいから起きてですね、うん、テレビをつけて、えー、その日のニュース番組を見ながら、まあ、英語なので全部わかる感じではないんですけどもなんとなく、えー、分かったのがですねその日はニューヨークの市議会議員かなんかの選挙の日で、えー、ちょうどまあ改正の日でですね、あのー、立候補している候補さんがですね、まあ、自分にこう入れているというようなね ところがあったりして非常に穏やかな日だったんですがシャワーを浴びてね出てきたところですねパッとこうねつけっぱなしのテレビを見てみると何やらこのねワールドトレードセンタービルから煙が上がって。 しかも、まあ、あのちょうどねヘリコプターかなんかが、えー、近くの方に、えー、飛んで、えー、リポートしてる時だったということでで、えーまあ、それを見てるうちにですねもう1機がまあ突っ込んだという、ねえー、事件だったんですけども、まあ、その時に、あのー、最初はですね、えーまあ、セスナーか、えー、何しろ飛行機 え何か飛行機がえ衝突したということでまあ事故っていう感じでねえっと報道はしていたんですがまあえほどなくえまあ大統領の発表ということでテロの危険性があるのでえそのままえ外に出ずにまあ家にいてくださいみたいなねことがありましてでえその当時僕はえっと洋服屋というかまあ雑貨屋さんというか。 うん、輸入雑貨とかそういうのを扱ってる仕事をしてて、えー、ニューヨークには仕入れに行っていたわけです、えー、ちょうどミッドタウンのあたりということでね32丁目前後のところらへんなんですけども、えー、卸屋さんというのがあって、まあ、仕入れをしなければいけないということで慌ててあこんなの見てる場合じゃないよと思って慌てて外に出てですね、まあ、卸屋さん街に向かったわけですけどもその時はもういつもと変わらない。 えー、ニューヨークの朝のね、喧騒騒、も仕事に行く人だったりとか、えー、車がもうすでに渋滞しているというようなね、そんな状態だったんですけども、えーまあ、行くおなじみのお店とかで、ですね知ってるかということで、えー、ワールドトレードセンタービルに飛行機があまあ、ね、ぶつかったよみたいな話をするんですけど、まあ、ほ,ほぼ誰も知らずに。 で大体、そのホールセールのお店なんかだとね、ラジオをつけたりするので、皆さん聞いて、あ、本当だみたいなことを言ってたんですけども、で、まあ、一応、テロかもしれないって言ってるので、仕事どうすんだという話をね、聞くと、大体あの、うちはそんなんでもやめねえよみたいなね、そんなお店が多かったんですが。 お昼ぐらいですね、12時ぐらいから、もうちらほらちらほらですねお店がどんどん閉まり始めまして、その当時、ですねこのレゲエのグッズというか、レゲエ関係のですね小物とかを扱っているホールセールのお店がですね14丁目という、もうちょっと下がったところにあったので、とにかくそこを行かないと、これはまずいなということで。 急いでそこにまたね、えー、ホテルに1回荷物を置いて、えー、行ったわけですでその時はですねそこもまあ毎回あの行ってるので、えー、っとよく知ってるね店員さんとかがいて、まあ、話をしてたんですけどもまあ今んところ大丈夫だとその割にはですね外にはもうすでに煙がですね風向きで上がっててで え地下鉄がその時もえ止まってしまってですねえみんなこう歩いてですね上の方にアップタウンの方にですねまあ向かっているというような状況だったんですがでそうこうするうちにいやもううちももう閉めて帰らないとマンハッタンから出られないらしいというようなね話でわーっと仕事を終わらせてえまあ帰ったわけなんですがまあもちろん歩きでですね えー、ホテルに戻ったんですけどもその頃になるともうすでにほとんどのお店は閉まってしまいまあなんかそこの食料品とか買っとかないといけないかなということでいろいろ買いましてですね、えー、そのままあとはホテルで えー、テレビをつけて、えー、待ってたわけですけども、まあ、まあどこのテレビもですね同じあのぶつかった時の映像だったりとかをずっと繰り返しねでこれはテロだというような感じでなってたわけですけどもまあとにかくね、えー、何かそういう事件によく遭遇するんですよ。で、えーまあ、この、ねえー、事件に僕が とということでちょうどその時同じタイミングに、まあ、ニューヨークにいたというね人、えー、もしくはその人の、えー、兄弟だだったりとかにも、えー、時々よく会うんですよ。で、まあ、話をすると僕よりももっとですね、えー、近いところに住んでいたりとか。 えという、えー、体験をしてる人にも何人も会ってるんですけども何でしょうかねなんかえー、っとなんかこう,こう不思議なことに会いやすいというのでしょうかねまあそんなこともあるんですけどもで、えー、もう一つですね、えー、これはまあ,あの不思議な体験 パードとということでです、ね、まあその当時、えー、毎月アメリカの方にですね、えー、仕入れに仕事として行っていたわけなんですけども、えーまあ、成田空港からね、えー、飛行機を乗るわけですけども、まあ、その当時もう今なくなってしまったんですけどもノースウェスト航空というのが、まあ、僕のいつも使っている航空会社ということでですねえーまあ、ある時 えー、登場時間の、まあ、30分ぐらい前でしょうかねまあトイレに行きたいなと思ってトイレに行って、えー、黒人のお,お,おじさんというかねなんかちょ,ちょっと鼻歌歌いながら「うん、ふんふんふん」言ってるおじさんが、えー、まあちょっと立ってね用を足してたわけですでその隣に僕もねスッと行って。 やってたわけなんですけどもどうもこの「鼻歌」をずっと歌ってるわけですよ。でなんだこのおじさんはと思っておりましてちょっと髪型もですね何て言うんでしょうかなり仰々しいような髪型でですねどっかで見たことあるような顔してるなと思ってチラチラ見てたわけです。で、えー、まあ 洗面のところで手を洗っている時にまた隣になりまして鏡越しにこうよく見てみるとあれどっかで見た人だこの人はっていうことで JB ことジェームス・ブラウンね最初あのジェームス・ブラウンのそっくりさんじゃないかなと思って思っていたんですがずっとなんかね向こうもこうちらちらこっちを見ながら鼻歌をこうね歌ってるわけですよ。 非常に気になりまして、えー、その黒人のおじさんにですね「もしかしてあなた JB じゃないですか?」って聞いたら「そうだ」というようなねことを言いましてまああの昔ブラックミュージック好きだったので、まあ、神様のようなね、えー、存在の JB となんと連れ 点をしてしまったなと思いながらもその頃まだあの今みたいなスマホじゃないね普通のえ携帯を持ってる時代なんですけども一緒に写真を撮ってもらってもいいですかというね厚かましいお願いをそこでしたんですよそしたらさすがやっぱりもう世界のえジェームス・ブランもちろんいいけど こんな場所じゃダメだと <laughs>、ね、トイレの中で俺を取るんじゃねえみたいな感じでえ言われましてですねえまあ一緒にそこからえ外に出るとお付きの方がいてまああのね普通に歩けるんですけどなぜかえ椅子にね車椅子にえ座ってえ移動してたようで。 まあその車椅子を押していたお月の方がですねまあ私があの写真を撮りますということで僕の携帯でまあジェームス・ブラウンと一緒に写真を撮ったわけですでまあ撮った後これでどうだと言って渡されて一緒ににっこりしながら写った写真をですね保存したんですよでなんとなんと飛行機に乗ってその後 えー、まあね自分でもう一度見てみたいなと思い写真を見ようと思ってジェームス・ブラウンとの探したんですけどもどこにも見当たらないんですよいややっぱりこのジェームス・ブラウンただ者じゃないっていうね宇宙人じゃないかっていうような感じがしたんですけども まあえー、非常に不思議な体験をしまして保存をしたはずなのに写真が残っていないっていうねまあこれ不思議体験の一つに入ってるんですけどもで、えー、ほどなくしてそれからね数年後に、えー、っと残念なことにジェームス・ブラウンさん亡くなってしまったので。 えー、もう二度とね出会うことはできないんですけどもまあ非常にそこらへんが、えー、僕自身ねちょっと嬉しいような悲しいようなというようなねそんなこともあったりいたします。それとですねまあもう一つ、えー、これは、えー、僕がね5歳ぐらいの頃 いや、もっと前ですかね、3、4、4 4 5歳ぐらい、あまりこれ、自分ではですね、覚えてはいないんですけども、まあ、えー、自分の両親がいつも言う話なんですが、夏にですね、えーまあ、家族の旅行で、えー、伊豆の伊東というところにですね、えー、旅行に行ったわけです。で ホテルにプールがありまして何か飛び込みとかもねできるようなすごい深いプールがあったわけですよで、まあ、もちろんその頃僕は泳げなくて、えー、浮き輪をつけて、まあ、プールで泳いでたわけですが、えー、何をとち狂ったのか浮き輪をしたままそのままね思いっきり走ってジャンプをしたわけです、まあ、今はがっちりした体してますけどもその当時はですね、えー、ガリガリ組んで えー、めっちゃ細くてそのままストーンと、えー、プールの底にですね落ちていってしまい、まあ、かなり、えー、自分のその記憶はちょっとあるんですけどもかなりねそこの方まで沈んでっちゃったんですよだこれいかんいかんと思ってえー、っと上に上がらなきゃっていうことで一生懸命こうねまあ,あ書きながら えー、上を目指したわけですけどもなかなかこうまあ息が途中でね、えー、っと続かないというか苦しい状態になりましていやすごい遠いぞ上まで行くのみたいな感じの時にですねふっと「あれ息しなくても大丈夫じゃん」みたいになって、えー、上がってったんですけどもで自分の中ではねまあ 1>, 1分2分ぐらいの間隔だったんですけどもうちの両親が話すにはですね、えー、5分ほど沈んでいたと、まあ、その5分沈んでいた間助けに来ないっていうのもどうなんだよっていう感じがするんですけどもまあそれぐらい、えー、まあ実際はもっと短いと思うんですけどもそれでもまあ3分ぐらいはねえー、っと水の中に沈んでいたって 小さい、ね、子供が、えー、そんな長く呼吸をしなくても大丈夫なのかと思うんですが、まあ、あの時の「あ呼吸しなくても大丈夫なんだ」っていうね、えー、不思議な感覚は今でもそこだけは覚えているという感じなんですが。 まあいかがでしたでしょうかね大した不思議体験ではないんでしょうかねこれはね。ということでですねえー、まあ一人でこのねお話をするとなかなかあのー、あれですねも持つような持たないようなね、えー そんな感じでございますけどもはいえー、ということでですねまあえー、本日はえー、相方ののりりんこと金城のりこさんはね、えー、今頃講座の最中ということでえー、来週はね、えー、また2人でちゃんと出れると思うんですが。 えー、どんなねお話に来週はなるかっていう感じですけどもまあ,あと、えー、ちょっとね僕がまあ、あのー、この何年間かいろいろね講座をやったりとかセミナーやってる中で「意識の使い方」というね、えー、講座があるんですけどもそのお話も本日はね少しちょっとしようかなと思うんですけども。えー 大体皆さんですね、えー、思考は現実化するというようなお話を聞いたことがあると思うんですが、えー、ナポレオン・ヒルという人ですかねこの方がなんかそういう本を出されてるということで、まあ、僕が読んだことはないんですけどもまあ、えー、思考は現実化するということでんそうですね、えー、もう10年以上前 えーまあ、マーフィーの法則とかなんかだともう20年いや20年どころじゃないですね230 0年弱ぐらいですかねそれぐらい前からあって、えーまあ、自分が、えー、思ってることが、まあ、現実化しているというねことなんですけども、まあ、意識の使い方ももろにねそういうことなんですけども。 えーまあ、いろいろと僕自身もですね自己啓発的なものだったりとか、えー、そういうものに20代30代、えー、触れてきましてですね一体どういうことなんだろうということをねいつも考えてきたんですよ。で、えー、そうするとですねなんと言葉、ね、これも非常に大事だなという。 自分が思考していること、ね、頭の中で考えていることプラス口に出している言葉というのがですね、非常に重要だなというふうに、えー、思っております。で、えー、みんな自分がね、思ったこと、これを実はですね、日々、もうでに実践をしているというようなね、ことなんです。例えば え皆さんがどこか何月何日何時にどこで何かがあるから行くって決めたとしますよね。そういう思考を自分が持った時にですねもうすでに時間軸としてはその時そこにもう行っていると決定した時から決めてるわけですね。まあ人によってはあのその時間にちょっと遅れちゃったりする人もいるんですけども。 本日私がまあ3時半からサキとノリリのスピリチュアルレディをやるためにこの小座の街に FM 小座さんにやってくるというのもこれはもう前ですねまあ1週間前でもいいんですけども自分の中で決めたからですね現実化しているということですこれがまあ意識のベクトルということなんですけどもまあそういうようなお話をいろいろ えー、しておりますということで興味のある方は、えー「アイランドジャム」えー「先」とかで検索していただくとブログが出てくると思うのですがまあそろそろね、えー、お別れの時間になっちゃいましたけども、えー、なんかこうね話がわーっとなりそうなところで終わるところが、えー、このスペシャルレディオということで。 えー、楽曲の提供はですね夢ミュージックさんよりいただいております、えー、CDDREAMERS の中から使わせていただいています、まあ、全国で発売されていますので興味のある方はお買い求めいただければと思いますということでですねえー、そろそろお別れの時間でしょうかねということで えまた、えー、来週ということで来週は2人で登場いたしますのでぜひお見逃しなく聞いていただければと思います。それではさようなら